藤井君、私な結婚します。藤井はさ、やるやつだと思ってんだよね、俺。この作品の中にはさ、藤井君の希望って何？あんの？今日の台本、その人を持って帰ったでしょ。え？わかりやすいな、藤井監督。昔は、私も藤井君と結婚するって思ってたから。くだらないことで笑い合って、ものすごく愛しいと思って。書くんだよ、現実の中にある希望さ。めっちゃあんのにな、伝えたいこと。なんでやろうな。そういうわけで僕の人生を映画に託してみることにした。だからこれは嘘である。だけれど確かなことでもある。明るくなってきた。もうすぐ朝や。